見て、ハリネズミカフェ、ハリネズミカフェさん、餌をやってみましょう。3030円、セットで3030円。そろっと、ちょっと経過しよう。あた、あた、手袋いるわ、痛い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 、ハリネズミさん、ハリネズミさん、あーかわいい。よいしょ、くるっとしたってって言っとったね、こうね、くるっと、よいしょ。ハリネズミさん、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 ハリネズミさんにご飯をあげてみましょう。ご飯を、ご飯をあげてみましょう。どうぞ、どうぞ。うわ、食べよる、食べよるわ。見た？美味しいんやね。美味しいんやわ。どうぞ、どうぞ。美味しいんやわ、美味しいんやわ。あー、かわいい。かわいい。癒しやんな。こうやってしててもいいんかな。上向きでもいいの、これ。上向きでもいい。はい、全然大丈夫です。ほんとひっくり返す。背中を持ってあげて、私お姉ちゃんみたいにこうやってしてると最終ひっくり返すと、もう一回やって、私お姉ちゃんみたいに触ろうと思って、針がシャッとなった。真ん中、あ、ごめんなさい、手のこっち側に乗せていた、片手に乗せていただいて、背中をこう優しくこう上げてひっくり返る。落とした。かわいいね、これ見てね。かわいい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと YouTube もうちょっと上に。何かしてるの？あ、私伝わらへんの？エサあげたい。抱こする、抱こする。ちょっと待って、あ、どこ、せっかく、ちょっと待ってよ。ちょっと YouTube 撮ったやん。あんた顔つらへんから心配しない。臭ないで、匂いせえへんの。全然しないです。ねえねえ、寝てるのって。かわいい。
白の子を見てみたいね。白の子、白の子。あ、電話行っといて、電話行っといて。そのちょっとだけよっか。あの頃起きてるで、あの頃かわいいな、癒しやね。私もツンが下手なんかな。お、かわいい。落としよう、落としよう、落としよう、落としよう。かわいい。元気やな。結構そうです、ね、元気やな。始めると、うん、よう動くねんね。この子こうしてみてもいい、自分で。ちょっと撮っとこう。撮ったあんた。写真撮った。今日が抱っこしてんの。私も起こしてみるわ。癒しやな、これ。おはよう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 。あ、かわいらしい。顔が白いわ、顔が。何も臭ないわ。かわいい。お目目が赤いのね、あなた。お目目が赤いのね。かわいらしい。ちょっとこう YouTube、ちょっと待ってよ。こっち、あ、ちょっと手腰、あと怖い、うん、手腰、私も手腰やとちょっと怖いわ、私も。ちょっと触りますか。手腰よ、あのね、もしも終わったら痛い。かわいい。あんた怖がらへんね。落とされへんやったら両方敷いて袋を。んで、ひっくり返すと、ひっくり返すときにこう、こう、ぐるっと。そうやん、両方手袋せんとあかん。両方敷いやねん。かわいい。見て、この子なんか、ここの中で触って言うとったの。癒しやな。やかわいい。あとここの下で、ここの中でしゃあみない座って落としたなった。前は。ミネギシ、あ、藤木様でも連絡しちゃってます。別々なんです、ごめんなさい。そうなんです、うん。元気やな。元気ですね。あのね、ちょっと貸して。もし元気やね、一回起きたらこれね、パコってひっくり返すね。あのね、こうなってるやん。ほんじゃん、ここをこうするやろ。これをパコって、でなんか包み込むようにした方がいいねって。こうやって、元気よ、この元気よね。ほんでご飯食べようか。ご飯、ご飯、ご飯。ちょっと落としてしまう。ご飯、ご元気よ、この子。これなんかね、こうやってフェレットちゃんみたいにこんなん持ったら見たらあかんみたいね。こう、あ、おしっこしよる。見て、うんこさんのしよるわ。うんこ取らへんのかな、これ。うんこしよるわ、うんこ。うんこしたくなったから、ついてられなかったんですか、ね、うん、多分そうなんじゃん。そうそうそう。ねえ、お姉ちゃん、うんこしたい時ってそわそわするんじゃん。
こでもうんちしちゃうので、ご飯先そわそわ、何かっていう行動はしないんだけど、なんか先そわ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 もそそわそわしとったもんね。でちゃんとうんこポコってしちゃうから、大きいのするよね。そうですね、結構。いやそうだね。これ普通で買うのってね、この水槽で買うんでしょ。普通買うのは水槽でなくても普通、通気性がいいもので買うのが一番です。一匹だと皆さんどのぐらいの大きさで買ってるんですか。こんな感じ、大きさあんまり大きくはないんですけど、大きくしたらあれなんかな、魚と一緒で大きくなるのかな。一匹で買うのが通常なので、こんなに大きい水槽で買うっていうわけでもなく、もうちっちゃいのね。あれ一回うんこしたの出したね。安いと思ってるよね。かわいい。難しい、こうやん、この子かわいらしいね。私も小さいのの子、小さいの欲しいわ。小さいのの子、小さいの借りない。お姉ちゃんに言ってお姉ちゃん、この色のね、この色の小さい子を借りたいな。白じゃなくって、ウコクやろ。口持ってたかね、手口持ってたかね。一回起きたら元気やな、一回起きたらな。あ、うんこしゅうな、うんこしたかった。あんた神経質やな、そんなうんこしゅうポンと落として、あんたかわいそうね。え、これ結構神経質やな、実は神経質やな。みんな、みんな幸せそうな顔してんねん。あ、ちょっと嬉しい。ちょっとはちっちゃいかな。うん、白よりこの普通の、普通の色の可愛いなと思って。この子元気やね、この子ね。可愛い。ちょっと他から連れてきたもん。あ、ちょっとあれなんかな、ハウスがあるから、アウアウェンがあるのかな。あ、わへん。あ、ストレスかかったらあかんからいいよ、お姉ちゃん。この子にショックわかんない。私、下に電話した時から下に来てるんです、足。電話して聞いて、私だったら大丈夫です。そうですか。で、代々木公園で疲れさせて走らせて。かわいそう、かわいそう、それ。縄張りがあるんやね。縄張りが。縄張りがあるんや。どっかわらしやろ。こうやって包み込んだな、こういうの出ながいね。で、かわいい。夜中の番組にね、ハリネズミくんがメインで出てるのがね。土日なんかね、女の子がハリネズミ買ってね、ハリネズミ会みたいなのがあんの、ね、
女の子。かわいい、かわいい。大きいな。ビッグ、ビッグ。あの音壊れない。あ、フィリットちゃんと一緒やん。へえ、滑車までもあるねんね。滑車で、滑車で。あげてないやん。またあんたが持ったらうんこするやん。持ち方おかしいんですか。安心するね。うんこや、うんこするの安心するね。マジマジ本当やで。3回目うんこ汁、求めと心。